い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強職業ランキングやっていきたいと思います。ちなみに、上級職でのランキングとなっておりますね。一次職は入れておりません。よろしくお願いします。そして、このランキングには個人的な意見が入っております。ご了承ください。それでは最強職業ランキング第8位から第1位までやっていきましょう。どうぞ。それでは第8位からいきましょう。第8位は遊び人ですね。まず目立った攻撃スキルがないためダメージはそんなに取れないですよね。そして特技で遊ぶを持ってるんだけども、ダストンのように本気で遊ぶを覚えないんですよ。なのでどうしてもダストンの劣化版になりがちなので、ちょっと使いにくいですよね。で、同じく特技で口笛覚えます。これ敵をね呼び出すんだけども、今のところまだあまり使わないかな。後々になってレベル上げとか、あと素材集めとか、そういうのでは使っていけそうな感じはするんだけども、今現状では口笛そんな使わないかな。使わないと思います。そして必殺技でパルプンテ覚えるんですよ。パルプンテで、検証で100回やってみたところ、パルプンテ微妙でした。もうちょっとねいい効果が出てきてくれればいいんだけども、ものすごく微妙な感じです。ということで第8位は遊び人です。それでは続いて第7位に行きましょう。第7位はスーパースターですね。スーパースター一応回復も攻撃も両方できるんですよ。一応できる、でも一応できるぐらいなんで微妙な感じなんですよね。高ダメージは出せませんし、回復も賢者とかには負けてしまう。できればベホマラー持ってればよかったのよ。ベホマラー持ってればまだ使いようがあったかもしれないんだけども、ベホイムまでしか覚えないので、まあアタッカーとしてもヒーラーとしてもちょっと微妙な立ち位置にいるんじゃないですかね。で、専用技でモンスターゾーンっていう必殺技があるんですけども、まあ周りのアタッカーの人たちがヘイトを持っていくので自分に攻撃が来づらい。だからあまり使えないんだよね。もっとね自分を注目させるスキルみたいなのがあればモンスターゾーンも使っていけるんだろうけど、現状ちょっと使いにくい感じです。で、ちょっと惜しいなっていうのが、俺ねゴールドシャワーは惜しいと思う。あれ、ね、道中でクリア前までぐらいね使うとそこそこ使えたのよ。でもクリア後ぐらいに使うとダメージが物足りない。これね1000ゴールド必要なんだけども、もう1万ゴールドでいい。1万ゴールド使って10倍のダメージを出せるとか、そういう風にしてくれれば、もうちょっと評価は上がったと思うけどね。今現在7位かな。スーパースターは7位です。それでは第6位いきましょう。第6位はパラディンですね。 HP と守備力がとにかく高いです。装備を揃えてしまうと最大 HP850 ぐらいはいくんじゃないかな。まあ、とにかくカッチカチのキャラクターっていうことですね。でも現状ですね、あまり使う場所がないんですよ。850っていう HP も無駄になってしまうっていうのが、まあ現状ですね。そんなに強いボスがいないっていうところです。でも今後のアップデートとかでどうしても耐えれないやつとか出てくるとは思うんですよ。そういう時にはパラディンは使えるようになると思います。なのでね、レベルは上げた方がいいかな。後々必要になる可能性は秘めてると思いますね。そしてアタッカーとしても意外と強い。槍が装備できるんですよ。槍は結構強くって、サミダレ突きを使っていくと、まあそれなりのアタッカーとしてはやっていけるのではないでしょうか。でも本当ね、現状で
とてもね残念な惜しいキャラクターですね。パラディンが6位です。それでは第5位に行きましょう。第5位はレンジャーですね。レンジャーある程度のバフデバフできます。そこそこいいんですけども、やっぱりそこそこ感があるんですよね。もうちょっとこう抜けた能力があれば使いたいんだけども、どうしてもいろんなキャラクターの劣化版になりがちだと思います。アタッカーとしてもそうですよね。高ダメージは期待できません。まあ一番ダメージ出したとしても狼アタックで500前後ぐらいではないでしょうかね。アタッカーとしてもちょっと中途半端な感じです。でも斧が持てるのでメタル狩りには、連れていくことはできます。斧は装備できる。あとね、必殺技だね。必殺技の、妖精たちのポルカ、これは強い。これはものすごく強いですね。全体の攻撃防御アップなのでこれは強いんですけども、まあ他がちょっと中途半端になりがちで、今のところあまりおすすめはできないですかね。はい、第5位はレンジャーです。それでは第4位に行きましょう。第4位は魔法戦士ですね。魔法戦士はフォース系がとにかく強い。もうほんとフォース系強いですよね。で、バイキルトが使える、これもねものすごくいいですね。自分でバイキルト系が使えないキャラクター、マイユとかそういうキャラクターの時に、魔法戦士が一緒についてくるといい感じにダメージアップができて強いです。で、必殺技のマジックルーレット、これがねものすごい惜しいんですよ。マジックルーレットの効果で、攻撃力か超アップするんですよ。マイユの、クイーンオブハートと同じ能力、あれがつくんだけども自分になんだよね。これ自分じゃなくってパーティー全体だったらマジで最高だったんですけども、自分だけなんですよね。そこがちょっと残念です。あんまりね、アタッカー能力は高くないので、自分に超アップがついたところで、一番取れるやつでギガブレイクぐらいか、そこまでダメージは期待できないですね。やっぱりマジックルーレットが全体だったら、またその全体にするスキルみたいなのを覚えたらよかったのに。まあ今後覚えれば嬉しいですかね。第4位は魔法戦士です。それではこっからトップ3です。第3位は賢者ですね。賢者はイオナズン、そしてイオグランデ、便利ですね、強いです。でもダメージがね後半になってくるとちょっと物足りなさが出てくるんだよね。最初の頃は結構ガシガシいけるんだけども、あとあとちょっとイオナズンでは物足りないっていうところがあります。でもねヒーラーとしてはものすごいですね。ヒーラーとしてはありベホマラーがすごく優秀です。だけども装備でスティックが使えないっていうのが俺はちょっとマイナスかなと思うんですよね。賢者だからスティック使ってくれてもよかったんだけども使えないんですよ。それがちょっと残念で、技としては、洗礼便利ですね。敵のバフを消してくれるので洗礼はすごくいいし、あと必殺技の、神の息吹、そして暴走魔法陣か、あれを使った時の火力はものすごい高い。高いんだけども、準備が必要なんですよね。それを使っていかなきゃいけないので、その準備が必要っていうことでちょっとめんどくさいかな。はい、ということで賢者は第3位です。それでは第2位に行きましょう。第2位はバトルマスターですね。主人公の職業の中で一番火力があって強いです。まあ道中行くのであればもうバトルマスター一択で間違いないですね。捨て身が使えて、自分で攻撃力2段階上げることができるので、バフいらずで、そこもかなり使えるところですね。とにかく天下無双がお得なんですよ。あれは強化なしで、多分強化なしだったら
全キャラクター中一番ダメージ出せるんじゃないかな。うん、とにかく天下無双が強いですよ。あれ間違いない。で、必殺技のテンションブースト、あれがいいんだよね。うん、50% テンション溜まってれば、もう一気に 100% に持っていくことができるので、すっごい強い必殺技なんですよ。でも、主人公なので、強力な必殺技がないっていうのが、ちょっと問題ですよね。うん、主人公にも何かオリジナルの、攻撃系の必殺技、入れて欲しかった。うん、一番強いのが、ギガブレイクぐらいだと思うんで、ちょっとね、物足りないんですよね。せめて、何かもう一つ、つけて欲しかった。まあ、今後強くなる可能性はあるんですけども、まあ、今でも全然いいです。全然いい。第2位は、バトルマスターですね。それでは、第1位に行きましょう。第1位は、踊り子ですね。主人公は、強いんだけども、必殺技がね、オリジナルがない。なので、超火力が出せないんですよ。なので、もうここはあえて、サポートに回った方が、今回のは強いと思います。で、踊り子は、サポートもいいんだけども、アタッカーとしても優秀なので、間違いなく強いですね。サポートとしては、会心邁進ラップ。これがとにかくいい。クリティカル率を上げてくれるので、それで全員のサポートができるし、あと、回復アップや魔法ダメージアップ、そういうのも使えて、すごくいいですよね。で、やっぱりね、剣の舞よ。剣の舞も、サポートなしで、めちゃくちゃダメージ与えることができるので、まあ、天下無双の次ぐらいには強いのではないでしょうか。で、必殺技よ。必殺技。荒神の舞。全体をね、テンション 50% アップできるので、まあ、必殺技の最後に全員をサポートすることができるので、いいですよね。すごくお得。で、必殺技はそれで、装備は、探検と扇。この二つよ。うん。扇とか探検じゃなくて、探検と扇。両方装備させるっていうのが、どうも強いっぽいね。で、技は探検の技が使えるようにしてた方が、俺は好きでしたね。うん。毒能力をつける技があるので、毒をつけて、で、それにタナトスハントでダメージを与えていくっていう、その方法が結構踊り子に合ってるので、おすすめです。第1位は、踊り子ですね。はい、ということで今日は最強職業ランキングやってみました。今、現状でなので、今後変わる可能性っていうのも全然あると思います。そこのところをよろしくお願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。